ありがとうございました。久しぶりにショールームするんだけど。ありがとうございました。生産者ピチュシュって言ってる。寝てる。え、じゃあダメで起こしちゃって。はななんの待って、ね、たまごちゃんが、うん、寝てる。私のたまご買ってみた。コーラ卵型卵が生元気。卵が生元気。4日間お疲れ様、ありがとうございます。見てください、コーラー、ひゃー、かわいい。炭酸だ。カバンがいっぱい、カバンが映っちゃってるんですけれども、痛い、テーブつけた。どう、あ、これとかこう。来た来た来た。で、あ、来た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 。おはようございます。おはようございますじゃないね。こんにちは。生誕祭ありがとうございました。とっても楽しかったです。そういえば昨日、これはコーラゼロじゃないよね別に。ペプシ。普通に。カロリーあるやつ。センター祭みたいな半玉でしたね。唇の中が、口の中がなんかボボボッつる。今日は誰が来てくれてたかっていうと、みんなお母さんだと思うでしょ。違うの。私のお母さんは今遊園地に遊びに2ヶ月前ぐらいから決まってた予定だったから帰れなくて。そうなんですね。私のお母さんと妹はみんな今テーマパークに行ってて、お母さんじゃないんですよね。来てたのは親戚。デーから始まる遊園地に行ってたんですよね。2ヶ月前ぐらいに決まっててそうだからね。しかもその妹の友達と妹と行ってるので、はい、だからおばあちゃんとおばさんっていうんだよね。おばさんっていう、うん、そういう人ってお母さんの妹が来てくれます。あとお友達が3人いましたね。大学の友達と地元の友達。ありがとう、ハッピーバースデー。ありがとうございます。4日間ありがとうございました。全然ルームができてなかったから、ね、16周年の、ね、ルーム全然できてなかった。え、もうなんかもうなんかもう家に帰ったら普通に時間が過ぎててできなかった。普通にそうなんかもういただきます。なんかもうね、レッスン中だった。めちゃめちゃ長いレッスンだった、うん、だって1ヶ月半前ぐらいから毎日のようにレッスンしてて、うん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 、朝から晩までもう死ぬかと思ってた。本当に。でも本当に今回だけはマジで頑張った。頑張ったよね。今までなんかもう本当になんかもうね、練習中レッスン中とかはもう無理無理ってずっと言ってたけど、ね、まあ、乗り越えられたのでよかったです。もうやばかった。でもみんなやばいやばいって言いながら頑張ったね。そうだよね、16周年の振り返りも全然できてないっていうね。13期の募集がありましたね。えびっくりぽんだよね。13期しかも25歳まで。え、マジでびっくりした。それは自分より年上の人の方が多そう。普通に。なんかね、言っていいのかな。どうした。リゼン、うん、ああ、し、じゃあ、まあね、多分わかんないけど、わかんないけどね。やばいですよね、先輩。え、配信止まる？嘘。なんかもう1年でさ入ってきちゃうのちょっと困るけど、困るけどね。でも。入ってくるだろうって思ってた。周年で絶対報告あるだろうって思ってた。う
マジそれ。そしてみんなが消えていく困るからやめてねでもみんなで絶対あるよねって話してね。うん、でも10歳から18ぐらいまでだとずっと思ってた、うん、ね、うん、ね、思ってたよね。小学校とかさ、うん、もう小学校5年生とか普通に入れるかなとか思ってたらびっくりした。中1からだよ。だってあの普通に自分より年上の後輩が入ることが絶対ないだろうなって思ってたけど、うんうんうん、言ってたよね、うん、高校2年生入ってきてほしくないんだよねこんなこと言っちゃいけないけどさ、ちょっと私は後輩からの呼び方ないのに、なんかさんとか呼ばれるのさ全然想像つかないけどさ、絶対そうやって呼ばなきゃいけないじゃん。絶対さスタッフさんとかの前でさ言っちゃいけないからさ、はな、うん、さん、はなさん、くらもつさん、こっちゃんさんかな。やば、後輩入ってくるのやばいね。うん、みんな子が入ってくる。12期受けた子も入ってくるかもしれない。うん、なんかさ後輩が入ってきたとしても先輩っぽくできない、うん、別になんか注意とか何もできないし、お疲れ、うん、お疲れ様ですって言っちゃうんだけどお疲れみたいな感じじゃん。お疲れ様ですって言っちゃう。なんかもう見えるかな、お疲れ様ですとか。一緒にチキンやったの、あ、お疲れ様うん、私周年でさ、うん、あの覚えてない曲だけで30曲ぐらいあったじゃん、うん、40曲ぐらい出たってことでしょ。やばいよ。なんかさ「バンザイヴィーナス」とかさやったじゃん。やったけどさ振りが全部違くて、やったのとほぼ、うん、ほぼ違うからさ、なんかほぼ一から覚えなしみたいな感じだった、うん、サビだけできますじゃん。だいぶ前に言ってたね。しかも立ち位置覚えるのがマジ難しかったよね、うん、なんかそのレッスン上でやるのが、うん、そうないから、ね、めっちゃむずかった。確かに鈴木とミヤビームさほぼ全員年上の方が入ってくるってことか。確かにね。じゃあ最年少更新されることワンチャンないかもってこと。いや、あると思う。あるかな。絶対ちっちゃい子入れると思う。分かんないけど入れそうじゃない予想は。皆さんは13期の子が入ってきたらおしまし、しないでください。するの、しないでね。やっぱりここにいる人たちって若い人が好きだと思うので。ね、ショールーム審査あるらしいね。なんかしない方が面白いかもしんない。しない方が、うん、でもしなかったのが19の先輩だよね。うん、どうしよう。中学生なんかね、あの正直こんなこと言うのあれなんですけど、なんか絶対に私はもし後輩が入ってきたら若い子を中あの特別可愛がるんじゃなくて、なんか自分がうん仲良くなった子を可愛がりたいと思ったんですよね、うん、だけど、ね、なんか最近なんかミヤビームがなんかミヤビームがめちゃめちゃ可愛くなった気がする。うん、わかるよ。うん、完全に食べちゃいそうになる。なんか、ね、だから今後輩入ってきてやばいかもなって。でも後輩なんか全員可愛いんかな。いや、もともと可愛いけど私母性みたいな感じになってきちゃって、これが20歳かって思った。でもみんな可愛く思えるんじゃない。やっぱ可愛く思えるんかな。うん、でもさ、あんさんもさ今日なんか母なんて年上なのやばいみたいな、うん、そうなの言ってたんだけど、年上入ってきても年上に見えないかもな。確かに、確かに、ね。そうか、その子が入ってきたらやめてくださいっていうやめてもらっていいですかって
そう、こっちゃん怖いって言われるかも、とりあえず。南沢さん怖いんだけどって言われる。南沢さん、やっぱり近づかない方がいいよとか。怖い、やだやだ、怖い、絶対怖い先輩になるじゃん。私は最近、愛子さんが好きなんですよね。知ってますか、皆さん。知ってます、もちろん。最近もなんか愛子さんしか見えないっていうか。言わないよ、嘘だよ、言わない。入ってこないことを願うしかないよね。でそういうの良くないけどさ、まあ言っちゃ良くないけど、ちょっとね。ネット中に行こうか。最近愛子さんがそう、周年でオーガさんのことゲットした。怖いんですよ、本当に。どんな感じ、そんな愛子さん。愛子さん、うん、愛子さんは、愛子さん本当に可愛いって言うと、もう無理だねって言われる。でもね、花なん結構一途だよね。え、うん、そうだよ、花一途なんだよね。だってあれだもん、ルカさん卒業しちゃってから推しいなかった。うん、そうだから、愛香さんのあの新衣装あるじゃないですか、あのチェックじゃないかな、なんだ、チドリ柄、チェックか、なんて言うんだろうね、チドリ柄なのかな、あれって、あのな、何が、なんかあのセーラー服みたいな、うん、ね、うん、なんかここにリボンがついてる新衣装あるじゃないですか。まあ新衣装ってわかるんじゃない、みんな。わかんないけど、なんかあの心拍数のやつとか、心拍数じゃない、あれも新衣装だもんね。そうそう、確かに。そう、なんていうの、チーム曲やってた新衣装。そう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 、あれの時にときめいちゃって、やば、うん、ね、あれほんと可愛かった。可愛いよね、あれめっちゃ可愛い。でもあの井上のルカさんは、井上のルカさん、井上のルカさんはあのなんて言うんだろうね、なんて言えばいいの、あの好きだし、推しに近い、限りなく近いけど、なんて言えばいいんだろう、ココハにとってのマリンさんみたいな感じかな。わかる、わかるよ。そう、ね、ココハにとってのマリンさんが私にとってのルカさんです。わかりますか？わかる。わかるよね、うん、イメージはわかるよね。そう、昨日マリンさんとハグした。私もルカさんとハグした、うん、そうじゃん。そう、なんて言うんでしょうね、なんて言えばいい、あ、そう、憧れみたいな感じかもしれない。うん、どちらかといえば、あゆかさんはどちらかといえばなんかもう胸キュン系。ね、なるほどね。なんかときめいて、なんか、うん、わかるよ。でもあゆかさんから目が離せなくなっちゃう。リハーサル期間めっちゃ見てた。推しと好きな違いってことでしょ。そう、尊い、なんかなんていうの、なんかでもあゆかさんはね、見てたい人と喋りたい人みたいな、違う、ね、そうかもしれない。でもどっちも喋りたい。喋りたいよね。あ、そうそうそう、コークハにとってのキミエさんが、あゆかさんかも。でもあゆかさん、なんて言うんだろう、あこっちゃんにとっての、あこっちゃんにとってのオーカさんみたいな感じが、私はルカさんかもしれない、うん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 、だからまあどっちも推しだけど、推しの違う、なんか推しの中でも違う推しっていう感じ、うん、目指すべき人はあのどちらも目指してるけど、どちらのいいところも取っていきたいけど、なんかわかるよ。わかるでしょ、うん、そう、なんかね、あゆかさん本当に、あ、そう、尊敬する、みんな尊敬してるからね。でもあと5分しかできない、口時間でダメなんですよ。17歳になってもできない。え、なんか12期は結構 DD だけど、そう、でも私と花菜とココハは違う。ココハ、うん、でもココハはさ、結構特定じゃない。確かに特定、まあみんな好きだけど、うん、その中でもって感じ。ガチ恋枠、あゆかさんもガチ恋枠ですね。かわいすぎる。ありがとうね、皆さん、おめでとう。確かに、え、そうなの、私とこっちゃん全然変わんないの。
遅刻しても王ちゃんのチーム入りたい。でもなんかどこのチームに入るか遅刻やばいよね。遅刻やばいですよね。でもなんかなんか私たちあんまり実感ないけど、私たちはなんかどういう話がいいかがなかったちょっと昨日かかな。なんか先輩にもやっぱりいろいろ思いがあると思 う, そ う, そ う, そう。でもやっぱり遅刻って昔から知ってはいるから、どういうものかは。昨日報告した時さ、報告来た時さ、うん、何も知らなかったじゃん、うん、だからめっちゃぼーっとしちゃった。 みたいな。一時停止してた。なんかでももかさんはいいのイメージしかないからな。確かに。でも私昨日考えたのが、めっちゃこういうのって言っていいのか分かんないけど、うん、でも K2 も似合いそう。似合うけど、うん、やっぱいいだな。ねえ、すごく衝撃だったよね。何言うんだろうってちょっとワクワクしてたもんね。うん、もうクラス替え的な感じだね、確かに。でそしたらさ、空気が一変しちゃったからさ、ってなっちゃった。でもすごいなんかあの頃の48グループって感じがする。うん、まあでもねえ、ありがとうございます。うん、目安3分か。どうしようなどうしようなじゃない。何を言ってたの。それな、もったいぶってたからさ、私さ、ワンちゃんさ解散かなとか思ったんだよね。なんか応援してくれてありがとうございます。なー、思わなかったな。今年の何月を持ちまして終了。やだやだ。13期の発表の後でしょ。最悪。そうなんじゃんと思ってて、でも13期発表なんてしないかなみたいな、ね、これからって言ってるわけだしみたいな。うん、なんかさ空気がすごい重くなったじゃん。うん、だから確かに、とか思って。なんかさ、私国派のね女の子のファンの人に国派ってどこにいますかって聞かれたのね。客席行った時に。で私探し行ったの、国派を、うんうんうん、そしたらめっちゃ一番奥にいた。一番私が遠いとこにいた。国派はだから、あの、あ、国派はあっちにいます、ごめんなさいって言っといた。練り歩き楽しかった。練り歩きって言われ。でもなんかさ、チラシ配りにめっちゃやばいって思った。もう戻るのにさ結構早いじゃん、うんうん、めっちゃ頑張って配ったの最後。よかった。隣で最後。でもなんかもう、なんかどこ見ればよく分かんなくなっちゃった。え、ねえ、分かる。なんかもう、分かんなかった。しかもさ、前日にしか客席をやんなかったのね。だから、めっちゃ混雑じゃない、混乱してた。ねえ、マジでね、やばかった、やばい、59分だ。でもどんどん変化していく SKE も皆さん好きでいてください。はい、ね、客席曲楽しかった、暑かった、眠かる。眠いのとかさつき大丈夫かね。でも自分が何してたか覚えてない、客席で。緊張しすぎてどこ行けばいいか分かんなかったもん。あとはって感じ。22時だ、バイバイ。